早く打ちたいとか強く打ちたいとか技を覚えたい、いろんな引き技やりたいとか、それらは全て竹刀の握り方がちゃんとできてるっていうことが大前提なんです。百秋武道具店の動画、こんにちは、百秋武道具店です。やってますか。もう今日は悪い竹刀の握り方を1秒でチェックする方法についてお話しします。みんな普段稽古頑張ってると思うんだけど、剣道の中でね、竹刀の握り方ほど大事なことはないって思うんだよね。みんな多分こう考えてると思うの。早く打ちたいとか強く打ちたいとか、技を覚えたいとかね、いろんな引き技やりたいとか一本取りたいとか、いろんなこと考えてると思うんだけど、それらは全て竹刀の握り方がちゃんとできてるっていうことが大前提なんです。だから早く打とうとか強く打とうとかね、頑張って練習しようと思うんだけど、その前に正しい握り方がちゃんとできてるかっていうのをチェックしてほしいんです。そして今日はこのチェックする方法を1秒で分かるっていう、そういう方法をお教えしますので、ぜひ聞いてください。早速なんだけど、やり方はまずは僕はこういうシール買ってきました。別になくてもいいです。なくてもいいし、マジックで書いてもいいし、まずはこの中から好きな動物たちを選んでください。じゃあまあ目についた、ヤギとカワウソにしようかね。それで左手に、ヤギさんこの辺に貼ります。そして今度右手に、もう下の方だね、親指の下の方にカワウソさんこの辺に貼ります。ここまでが準備。じゃあここからが本題なんですけど、正しく竹刀を構えれてる人っていうのは、ここにカワウソいます。左手ここにヤギがいます。まっすぐ上から構えます。まっすぐ構えた時に左手を右手に寄せます。左手を右手、形変えないまま寄せた時にカワウソとヤギがくっつくんです。こことここでくっつく。ここに隙間が開かないのが正しく握れてる証拠なんです。竹刀の握り方が悪いと、左手を右手にくっつけた時にほら、ここに隙間が開くんです。くっつかないんです。もう一回いくよ。すっ、ほら、くっつかないでしょ。正しく竹刀を上から握れてると、すっ、ほら、ここに隙間が開かない。ここでわかるんです。どうですか。まっすぐ構えた時、左手を右手に寄せてみる。お、ここに隙間が開かない。カワウソとヤギがくっついてるなら OK なんですよ。でもね、難しいのは本当は構えた時じゃなくて、実は振りかぶった時なんですよ。振りかぶった時に多くの人がここにくっついてるのが開いちゃうんですよ。開いちゃう。なぜかというと、振りかぶった時には竹刀が横から握ってしまうことが多いからなんです。この振りかぶった時にまっすぐ握れてるかどうか、ここに隙間がないように握れてるかどうかなんですよね。だからまずは左手を右手にくっつけて、隙間がないことを確認したら振りかぶってみる。その時に確認、あ、隙間空いてない、空いてない、触れる触れる触れる。そしたらだんだんこの隙間、右手と左手の隙間を広げてくる広げてくる広げてくる。あ、そうするとほら、正しく握ることができました。以上が竹刀の悪い握り方、1秒でチェックしますのお話でした。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。